メラミか。4分の動画だ、みんなで見よう。切れてるやん。よし、おい、ちょっとスクリーンの電話番号教えて。俺マジクレーム入れるわ、正式に。電話番号教えて。俺、正式にクレーム入れる、今から電話する。これダメだ。何で書いてやんねえときね。何で分けて。俺、正式にクレーム入れるわ、俺作った人に。鳥山明に。鳥山明じゃねえし。鳥山明の携帯番号教えて。マジで、無理だわ。鳥山明じゃねえし。あの人のせいで、いや、本当に俺今、精神病になってるのね。プレミアかったらやった。なるほど、デッキの見直しが必要な。というようにですよ、勝てなくなっちゃいました。皆さん、分かりました？勝てなくなっちゃった。泣いてねえじゃねえか。あー、メラゾーね。メラミ引いたら殺す。どうやって勝てないんだ。だそりゃそうなるわ。リッティが出ねえじゃねえか。バカなんじゃねえの、このゲーム作ったやつ。マジでかわいそう。リッティが出ねえじゃん。かわいそうじゃん。俺はあなんですけど。絶対俺悪くない。ジェシカに勝てないじゃん、もうこれじゃ。ずーっと美女たちと戯れたいね。お、次負けたら本当にこう正式な、もうなんか、はい、今から40秒、ちょっと待って。次負けたら抗議の電話しようと思ってたけどさ、多分この試合40分ぐらいかかるから、ちょっとだけ長いからな。手にククール対ククールは。俺を止めてみろ。お、ジェシカ来た。俺のターン。いいから。あ、いけそう。俺を止めてみろ。え、出さないの。誰でもいいから。こいつ、おいおいおい、止めてくれなあ。負けた。あれ、なんでメラ、あ、返しで使うのか、メラゴストは。おい、あれ、さっきログインボーナスもらったのによ。いいゲームだな、ログインボーナス言ってくれて。いっぺんくれな。4回ログインボーナスもらってるよ俺なあ、今日だけで。もう昨日今日だけで。どうする。雷鳴の剣で終わりか。基本劣勢だね。打てる手はないみたいな。俺やってやるぜ。いや、それ腹立つだろ、こんなん。いや、でもブレがある。おい、俺今あれだよ、みんな、これさ、ネタで泣いてるわけじゃなくて、今本当に泣いてる、今俺。本当だ、かわいそう。心が砕かれた今、みんな。おい、心が砕かれたよ、もう。かわいそう。俺一生懸命やってるのに。桑田真澄だって一生懸命やれば絶対報われるって言ったあいつ嘘つきじゃん。ねえ、俺何が悲しいって、桑田真澄に嘘つかれたのがマジで。お前でもマットを育てた男だぞ、信じるんじゃねえ。言ってたぜ、頑張ればきっと夢は叶うんですよって言ってたぞ、あいつ。あのさ、2000年ぐらいに肘手術した時にさ、言ってたな。読売ジャイアンツのスタジアムでさ、ホミテにずっと走ってた時に言ってたんだよ。桑田ロードな。かわいそう。桑田真治氏侍なんだよ。もうこれでやめちゃったのかな。もしかしたら桑田真澄だったかもしれない。課金するかククール捨てるか引退するか選ぶ。終わった。今ちょっと10秒考える。お、結論は課金もせずに、おククールも捨てずに、引退もせずに、このまま続けるという選択肢を。おー、いいね、さすがだ。俺もそう、今俺もそう、私もそう思ってた。私もそう思ってた。よくぞそこで吐けた、その言葉が。こっちのライバルズも、ライバルズでそんなやってたっけ。いや、まだまだ全然、まだこれからなんだけど。声が違うね。こいつ残したら、忙しいな。どこのキャラだよこれ。ドラクエないんだっけ。
さあその2人で処理してくると相当面倒くさいね。これ腹立つんだよな。せっかくウサギ見しろ。この状況作られたら終わりだろ。イライラするマジで。クソ激烈にイライラする。どうやって逆転するんだよ。忙しい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 。こんな勝てねえだろ。クソ気持ち悪い。大事。ここから1時間マジで大事。忙しい忙しい。はあ、もう私忙しい忙しい。はあ、もう。あ、いや、別にベリアル。忙しい忙しい忙しい。はあ、もう。私の名前は忙しい忙しい。ふたばれよ。忙しいんだったら。本当家帰れバカ。こいつら掃除とかしとけばいいんだよ。こんにちは。ご機嫌いかがですか。クソ煽られてるし。山田。忙しい忙しい。腹立つよなこの女の忙しいアピール。しかも毎回ちゃんと引くんだよ。トルネコ使うやつが立花。どうした煽ってる煽ってる。毎回引いてくんだよこいつ。忙しいな。死んでますこれ。ひどいこと言うね純ちゃん。そこまで言うかい。この専業主婦に弱者に向けて発する言葉じゃねえぞ加藤純一。忙しいな。忙しくねえバカ。忙しくしてんじゃねえよバカ。俺怒ってる。正論。忙しくねえよバカがや。寝てない自慢しやがって。こんなに当たってんの立花に。ナイス。ざまあねえな。必要以上に殴る蹴るの暴行を加え、必要以上に殴る蹴るの暴行を加え、まあこっちだろうな、下だろうな。毎回出してくんのね。しかもなんかちゃんと強いやつの後ろにぶっ殺して、今見るだけでぶっと。死ねバカ。生き柄の専業主婦がてめえこの野郎。勝てるわけねえだろこんなの。どうやって勝つんだよ。おかしくないか。かわいそううんこちゃんが。うんこでかわいそうじゃない？はぁ、あ、私忙しい忙しい。はぁ、あ、私忙しい忙しい。殺すでこんなこと言われたら。てめえふざけんなよな。俺だったら。俺も思う。はぁ、あ、今宵の私は忙しい忙しい。悪い癖出てんな。あのカード作ったやつ。俺の。ホーリーライト使ってくれ。女のゴミみたいな忙しいアピール。俺あれだよ、金曜日の朝6時に起きて母ちゃんの見舞い行って帰ってきて黒人さんと飯行ってそのまま、次の日の昼朝まで20時間ぐらい配信して。お前の仮眠取って絶対忙しい。あれだよ今20時間。俺も絶対忙しい。お前の絶対忙しい。分かってるよ。俺は分かってる。今何も言ってきてねえじゃん。俺だけだよお前のこと分かってあげれるの。立花じゃ分かんねえよな、あのクズじゃ。そういう時に言えよ。はあ、もう忙しい忙しい。本当だよ。なるほど、らしいっすわ。どうやらこの時に泣いたらしい。俺はおわっ
マンクルボーマーがいるじゃん。マンクルボーマー、マッスルボーマーどうすか。おいマッスルボーマーでいいんじゃねえ。クソテンション上がってる。おいマッスルボーマーだろこれ。マッスルボーマー、マッスルボーマー出すじゃん。おう、これ出すじゃん。うん、殴る、勝てる。癒しの音使っちゃって使うからで、マッスルボーマー貯めて、うん。おい終わり、おい終わりだよ、見とけよ、終わり、終わるから全てや。じゃーん、すげえ。んで戻るんだ。こいつ、こいつの影響でな。で、せっかく今めっこいつの影響で戻るのか。その影響も受けるんだっけ。うっそ、このゴミエビルドレンド。あったね、こんなのね。あいつのせいで HP と同じになるんだよな、やつのせいで。ライバルズのこれ見てくれ。どんだけライバルズはそういうなんかくだらねえ、くだらない名シーンを生み出してんだよ。やまないぞ。これも見てくれ、これも見てくれが。あ、終わった、ゴミだ。あ、クソつまんねえこのゲーム。二度やんね。トゥ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 トこのシーンを見てほしかった味。俺が悪魔に魂を売った瞬間だったらしいよ、どうやら。パワープライト、サンキュー。